ファニタ・ハンセンはアメリカ合衆国の女優である。ワーネッタ・ハンソンともクレジットされた。ザ・クイーン・オブ・スリルズの異名を持つ。1895年3月3日、アイオワ州デモインに生まれる。満19歳を迎える1914年、ザ・パッチワーク・ガール・オブ・オズ、ザ・マジック・クロークといったオズの魔法使いの原作者。 ライマン・フランク・ボームが制作に携わったオズ・フィルム・カンパニーの作品に出演しているのが最も古い映画への出演記録である。1915年頃には D.W. グリフィスの監督する映画に参加し、同年アランド・ワン監督のザ・ラブ・ルートに出演している。キーストン・スタジオに入社し、マック・セネットの一連のベージング・ビューティー映画に出演する。スラップスティックコメディよりも もっと演劇性の高い映画を求めて、1918年には、同社を離れ、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーへ移籍する。同社が1916年に設立した、子会社、ブルーバード映画で、ドロシー・フィリップス主演、アイダメ・パーク監督の、罪の放棄や、フランクリン・ファーナム主演、臨海・レイノルズ監督の、禁襲のくさび、同じく、ファーナム主演、ジョセフ・ド・グラス監督の、 例の導きに出演、コリン・キャンベル監督のザシー・フラワーに主演し、主演作以外はいずれも日本でも公開された。ユニバーサルのシリアルフィルムに出演した後、セリング・ポリスコープ・カンパニーや、ワーナー・ブラザース、パテ等のシリアルに出演し、当時の金額で週9500ドルを稼ぐスターとなるが、毎夜のパーティー、度重なる運転速度違反での謙虚の挙句、コカインに手を染め、 中毒患者となる。1921年の黄色の腕以降はほぼ仕事がなくなってしまう。1928年、ニューヨークのブロードウェイで上演された衝撃罪杯、ハターズに役を得る。が、再び麻薬に手を染めることになる。度重なる麻薬中毒とその淵からの復活を繰り返すが、1934年以降の映画の出演作はない。最後には、 鉄道の窓口に職を得るに至った。1961年9月26日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ウェイストハリウッドで、心臓疾患のため死去した。満66歳没。同州カルバーシティにある、ホーリークロス墓地に眠る。ベージングビューティー。すべて出演作である。ザ・シークレット・オブ・ザ・サブ・マリン・ザ・ブラス・ブレット、監督、ベンカイ・ウィルソン。 1918年広告。ありがとうございます。